多治見ふるさとウォーカー。本日お話を伺っておりますのは、東海クロスメディア株式会社代表取締役、公益財団法人日本生産性本部地方創生カレッジ総括プロデューサー三輪智夫さんです。後半もよろしくお願いいたします。お願いします。さて、そんな三輪さんですけれども、現在お住まいはどちらでいらっしゃるんですか？愛知県の名古屋市です。はい、はい、今回はこの FM 多治見に出演いただいている、ということなんですが、はい、この多治見に来ていただいているこのご縁というのは一体どういったところからなんでしょうか？とっても長い歴史が実はありましてですね、はい、私自身はその名古屋で生まれて、子供の自分に父親の仕事で大阪へ転勤して、小学校の4年生の時に香港に行きました、はい、香港日本人学校の4年生に転入したんですけども、その時の担任の先生が大島康平先生という先生で、はい、その大島先生は実は多治見の先生でして、はい、まあ、その後聞くところによると校長先生までやられて、今はもうリタイアされてらっしゃるようですけれども、ちょうど今私の高校の同級生が多治見で小学校の校長先生やってるんですけどね、はい、まあ、彼の大先輩っていう話も実は聞いているんですけども、うん、そんなご縁が一番初めの多治見市との関わりなんです、はい、私自身はその当時は多治見は来たことはなかった。もしかすると祖父母に連れられて絵法事とか来てたかもしれませんけれども、はいはい、その頃の記憶にはなかったんですね、うん、そんなことが一番初めの多治見との接点です。はい、で、それは子どもの頃4年生の頃なんですね。そうですね、でそれから帰ってやるかれこれして、大学へ行きました。大学は南山大学の経済学部に入ったんですけども、はい、当時1年生の時に帰国子女の友人がいまして、私自身も香港からの帰国子女だったんですけども、ここまで海外に行って、それでポッと名古屋南山の帰国子女博で来た子がいて、彼はその1年後に実は不幸にして交通事故で亡くなったんですけども、その彼が村瀬智也君といって、この銀座の商店街に今もお店閉められてますけど、高野という呉服屋さんの跡取り息子だったわけですね、はい、彼自身が一番のやはり帰国子女だ同士だったりとかで親友で、1年間ずっとゼミも一緒でやってきたんですけども、まあちょうど2年生になる春休みに19号今はもう拡幅されてますけども、拡幅中の工事の工事車両に追突してしまって、はい、実は亡くなってしまったんですけども、そんなこともあって商店街の経営とかそういうことに非常に関心を持つようになったのが大学の1年生の頃ですね。これが2つ目の多治見におけるエピソードですね、はいはい、大人になってからお仕事をされるようになってからは多治見とのご縁はあるんですか？そうですね、私自身岐阜県の産業振興に関わって、はい、でこれが2012年頃からですけれども、その地元の疲弊する空洞化する産業構造に何とかしたいっていう考えから岐阜県の産業振興に関わるようになったんですけれども、その時にじゃあということで、それこそもう幼い頃からの経験もご縁もあるので、多治見でもその相談窓口を開いて商店街の復興振興というようなことにもお役に立てればなというふうに思いを巡らして、東の信用金庫さんとかこちらの2階にある企業支援センターさんを訪ねして、はい、当時はセンター長は河内さん、今はね変わってらっしゃってですけれども、そういうところといろいろじゃあ多治見で相談窓口を作るにはどうしたらいいかというようなことを話をし始めて、で実際に私がよろず支援拠点、今もこれ事業としては継続していますけれども、はい、の経営相談窓口を多治見に置くにあたって、当時はもう園原さんにセンター長変わられているタイミングで、一番初め相談した頃はまだ東の信金の理事さんだったんですけどね、園原さん、じゃあこちらで一緒に相談対応させていただけますかっていうことで来るようになったのが2014年以降です。
ですね。それ以来いろいろと皆さんの経営相談に当たるという仕事をやっていました。ということはそのよろず支援拠点、この我々の FMPP が入っている産業文化センタービルの上で、ま、そうですね、毎週金曜日来てました。実はそうなんですね、はい、2014年から4年間2018年までですけどもね、はい、そうだったんですね。その頃当時私はラジオは高山でずっと喋ってません。はい、はい、あの三輪さんはいろいろなメディアへの露出もおありになる、はい、ということですけれども、岐阜だとその高山の FM さんと、はい、あとですね岐阜放送さんで夕方のニュース番組に枠をもらってターニングポイント成功への分岐点というですね、はい、企業さんの紹介を15分枠いただいて毎月1本3年間ずっと放送をし続けてきました、はい、で、まあ、引退した2018年で終わったんですけれども、はい、ですから36社さんを紹介をし続けていました。はい、他にも新聞などにも、ね、新聞は結構記事を企業さんを紹介してもらうべきプレスリリースを書いたりしていますけれども、はい、私自身も依頼を受けて、寄稿文を書いたりですとか、記事を自分で書いて載せてもらったりということは結構ですね、岐阜新聞さんとか中部経済新聞さんにあります。ちょうど3月は4回の連載で地方創生の将来へということで岐阜から発信する情報をずっと連載してたところですね。はい、その他東海テレビやメーテレなどのニュース番組の特別枠などでも出演経験がおありということで、今回ですね、そういった方に来ていただく、一体どういったお話聞けるのかなと思ってドキドキしていたんですけれども、意外に身近なところに毎週来ていらっしゃったというのがですね、そうなんです、ずっとそうなんですね、朝はパン屋さんでコーヒー飲んで、はい、それから来るっていう感じですね。そうだったんですね。アルティジャーノ、はい、はい、あの今お仕事で通ってらっしゃったということはお聞きしたんですが、はい、例えばプライベートで多治見にお出かけいただくということはないんですか？そうですね、私趣味でね写真をやりましてね。あら、はい、まあ、当時は一眼レフ、今はもうミラーレスの一眼なんですけれども、写真を撮るので秋になるとFOGとかですね、こう紅葉が綺麗な名所がたくさんありますから、そういうところへは来ますね。この途中、名古屋から来る途中には、峠にもいろいろ名所があったりしますから、そう通りながら、なかなか実はそう言ってもここ1、2年は忙しくて撮れてないんですけども、過去の記録にはたくさんFOGの写真があります。そうなんですね、ぜひ機会があればそのお写真も見せていただければなと思います、はい、残念ながらラジオ番組なので、リスナーの皆さんにお見せすることはできないんですけれども ね、はい、今回今月お話を伺いますのは東海クロスメディア株式会社代表取締役、公益財団法人日本生産性本部地方創生カレッジ総括プロデューサーの三輪智夫さんです、今回はお仕事の内容のご紹介と、そして多治見とのご縁をお話しいただきました。またこれからね、来週再来週と具体的に一体どんなお仕事をされているのか、どんな内容なのかというのを聞かせていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。